1909年のパンジャーブ地図赤い白時計塔。パンジャーブは、インド北西部から、パキスタン北東部にまたがる地域。インドパキスタンの分割の際に、インド側と、パキスタン側に分割されている。パンジャーブの語源は、ペルシア語で、5つの水を意味する、パンジュアーブで、この地を潤す5つの河川。北から順にインダス川とその4つの大きな支流、ジェルム川。 シェナブ川、ラービー川、サトレジ川に由来する。パンジャブはこれらの大河に囲まれた地域で、考えによって小麦、米の生産力に優れた、豊かな農地となっており、インドパキスタン両国にとっては重要な国葬地帯である。現在の行政区分では、パンジャーブ州、ハリアーナー州、ヒマーチャルプラデーシュ州付近にあたる。戦死時代。 インダス文明がパンジャーブにも及び、当時の都市遺跡ハラッパーなどの痕跡を後世に残した。古代には、ガンダーラが栄え、中心都市は、ペシャーワル、チャールサダ、タクシラ、フントなどに移り変わった。また、紀元前6世紀以来、ペルシャ帝国の藩とは、インダス川流域付近まで及んでいたが、紀元前4世紀に、アレクサンドロス3世率いるマケドニア王国軍は、 ペルシャ王ダレーオス三世を破った後、インドに侵入し、紀元前326年のヒュダスペスカ藩の戦いが行われた。当時、東部バンジャーブのジェルム川からシェナブ川に至る地域は、パウラバ族の王であった、ポロスの領土となっていた。紀元前4世紀末頃から、インダス流域を含む北西インド地方は、マウリア朝のチャンドラグプタの半島に含まれた。 紀元前2世紀頃から西暦後1世紀頃まで、インドグリーク朝の治世となっていた。1757年、マラーターのインド北西部征服で、パンジャーブが占領される。1761年、第三次パーニーパットの戦いでドゥルラーニー・アサト、アワド大衆などのムスリム同盟軍が、ヒンドゥー教のマラーター同盟に勝利。パンジャーブの領土を拡張した。 現在のヒマーチャルプラデーシュ州付近には、チャンバ、ビーロスプル、バグル、ダンミといった諸国が並立していた。グルカ戦争を経て、ブリティッシュインディア領となった。1823年、ノーシェイラの戦いでドゥラーニー・アサが、シク王国に敗北し、ペシャワーワル一帯の領土を失い、カイバル峠を越えて撤退した。シク戦争では、第一次シク戦争で、 ラホール条約を締結し、カシュミール地方をイギリスに譲渡第二次粛戦争で敗れ併合され、ブリティッシュインディアのパンジャーブ地方となり、マリーが、夏の首都となった。1858年に、イギリス領インド帝国が成立。1864年、シムラーが、イギリス領インド帝国の夏の首都となる。パンジャーブ人、EN、アライン、ジャート族、EN、 チャマール en, スケジュールドキャストスケジュールドトライブス、ラージプート en, マリック・ジョット・クラーン en, カトリ en, アヒア en, グルジャー。住民の宗教は、イスラーム教、シク教、ヒンドゥー教の三宗教によって大別される。各宗教の信者は、イギリス統治期には入り混じって暮らしていたが、現在ではおおむね前者が、パキスタン領。 ご二社がインド領に分かれている。ありがとうございます。